なんとか時間を稼いでおいてください。すでに私の方で手は打ってありますから。ちょっといい？何でしょう。あら、あなたは。お久しぶり。王立学園で会って以来ね。で、どうしてレイナさんがこんなところに？ええ、これには事情があるのですが、皆さんは掲示板を見て来てくださったのですね。そうだけど。できるだけ速やかにご依頼したい件がございますの。お引き受けくださいますか？うん、やらせてもらうわ。ご承知くださいますか？いや、かたじけない。私は遊撃士の方々に状況を説明しておきます。お相手への対応、そちらにお任せしますよ。はい、それでは。どうかお嬢様のこと、よろしくお願いいたします。はい。あの人、誰？当家の使用人です。私と同じくお嬢様のお世話をする係ですわ。お世話をする係？ええ、そうですが。それはさておき、まずは状況をご説明いたしましょう。そうだったわね。エステルさんはフラッセをご存知ですね。フラッセさん？会えばわかると思うけど。それも王立学園の生徒か？ええ、そうです。私と同じ制服ですから、見ればすぐわかるでしょう。そのフラッセさんがどうかしたの？逃げたのです。はっ。ですから、逃げたのです、このアンテローゼから。逃げたって、なんでレストランから逃げ出す必要があるの？これはあれだね、ズバリ無銭飲食というやつだ。それはあんたでしょうが。なぜ逃げ出したのか、こちらがお聞きしたいぐらいです。何しろ今日はお嬢様にとって誠に良き日なのですから。ん？どういう意味だ？あちらをご覧ください。あれは？去る帝国貴族のご子弟です。お嬢様とのお見合いのため遠路はるばるお越しくださったのです。そうなんだ。お見合い？そのフラッセさんが？まだ惑星の身とはいえ、お嬢様もはや16歳。帝国上流階級のご令嬢として縁談の一つもないのは恥です。ちょっと待った。家の恥とかそんなことよりもっと大事なものがあるじゃない。本人の気持ちは確かめたの？今回のご縁談のお相手は家柄人柄とも申し分ないお方。お会いになればきっとお嬢様も好感を持つはずです。だから、そういう問題じゃ。なんとなく、逃げた理由が分かってきたわね。意に沿わぬ縁談からの逃避行というところかな。ういういしいね。僕の少年時代を思い出してしまうよ。どうせ、年上のお姉さんに無理やり求婚したりしたんでしょ？おや、なんで知ってるんだい？どうでもいいが、迷惑な話だな。そんなことでいちいち駆り出されてたまるかよ。人の考えはそれぞれです。ですから皆さんの意見に異を唱えることはいたしません。
差し当たって重要なことは自由恋愛をめぐる議論ではなく、お嬢様を連れ戻すことですから。同感だぜ。で、お嬢様の逃亡先に何か心当たりはないのか？フラッセは思い込んだらどこまでも突っ走る性格。おそらくは相当遠くに行っていることと思います。相当遠くって、まさか街道に出て行ったりしてないわよね？いえ、町の中にはいらっしゃいませんでした。ということは当然街道に出たのだと思います。大変じゃない。ですからこうして皆さんにお越し願ったのです。事態の緊急性がご理解いただけましたか？ちっ、そいつを先に言いやがれ。大雑把なもんでいい。場所の見当ぐらいつかないか？お嬢様は断るごとに学園に戻るとおっしゃっていました。それぐらいしか思い当たることはありませんが。学園に戻るってことはルーアンに行くってことよね？なあ、まずはそっちの方角を渡ってみるべきだな。うん、そうしましょう。それじゃあレイナさん、私たちはもう行くわ。何か他に言うことはない？そうですね、では一つお嬢様に伝言をお願いします。伝言？ええ、フラッセにこう言ってください。臆病者と。そんなこと言っちゃっていいの？問題ありません。これも計算のうちですから。なんでもいい、とにかく今は急ぐぞ。うん、わかった。それじゃあ行ってくるわ。ではお願いいたします。Thank you.
顔を洗って出直してきた。酔いしれたかな。ここなら何か釣れ。Thank you.
お見せしよう。美の神髄を触れ。おやすみ、子猫ちゃんたち。 子猫ちゃんたち。 おやすみ、子猫ちゃんたち。 Ah!
相手が悪かったな。これで一安心ですね。酔いしれたかな。酔いしれたかな。酔い知れたかな。
知れたかな。
やすみ、子猫ちゃんたち。Thank you.
こっちはルーアン地方だな。他の地方に寄ってる暇はねえ。引けそう。関所までは来ましたが、いつまでもここにいるわけにはいきませんわ。なんとかして迎えを手配しないと。あ、フラッセさんですね。まさかこんなところまで来ているなんて。王立学園の生徒だな。見合いから脱走したっていう例のお嬢様はこいつか。あなた方は、お久しぶりで、よかったわよね。ええ、お久しぶりですわ。以前に王立学園でお会いいたしましたわよね。こんにちは、フラッセさん。まあ、クローゼさんまで。一体どうしてこんなところへ。ちょっと緊急の依頼があってね。実はフラッセさんに協力をお願いしに来たのよ。私に、ですか？さて、一体何をすればいいのかしら。すごく簡単なことよ。私たちと一緒に、ボースに戻ってほしいの。フラッセさん？あなたたち！さては、レーナの手先ね！手先って、そんな悪の組織みたいな呼び方はやめてほしいわね。まったくですね。おいおい、翔ちゃん、学校で習わなかったのか。俺たち遊撃士は中立的存在だ。誰の手先でも手羽先でもね。もちろん存じていますわ。しかしそんな建前論に騙される私ではなくってよ。なんだかんだ言って最後には腕ずくで連れ戻す気なのでしょ。それはそっちの出方次第だ。そうされんのが嫌ならおとなしく言うことを聞けや。来ないで。それ以上近寄ったら大声を出しますからね。ちょっと落ち着いて。大丈夫よ、何もしないから。ったく、よくわめく娘っ子だな。アガットも、ちょっと待った。ねえ、フラッセさん聞いて。私たちは、あなたを保護しに来たのよ。そりゃ、お見合いの話は納得できないとは思うけど。もちろん、許せませんわ。でもね、私がそれ以上に許せないのは、どういうこと？私はあの者に裏切られましたの。もともと今回のボース来訪は観光目的のはずでしたのよ。よく立ち寄る街だけど旅行に来たことはなかったから。ですから今回の旅をすごく楽しみにしてましたの。それなのに来てみたらお見合いが待っていたのよ。レイナは初めから私を騙すつもりだったのですわ。なるほど、前々から何かと含みがあったわけね。でもそれならなおさら町に帰った方がよくはない？レーナさんに向き合って正直な気持ちをぶつけるべきよ。そんなこと絶対にできませんわ。私もレーナとは顔を合わせたくないの。ラチが開かないわね。おい、いつまでこんな話に付き合ってやがる。もうちょい待って。これから揺さぶってみるから。ねえフラッセさん、どうしても町には戻ってくれないの？ええ、そのつもりはありません。レーナとお見合いがある限りボースには戻れない覚悟ですわ。そ
そっか。まったく話には聞いていたけど。フラッセさんって臆病者ね。臆病者？あなた今臆病者とおっしゃいまして？うん、言ったわよ。私のどこが臆病なのかしら。ご説明願いたいわね。だってさっきからいろいろと理由を聞かされてるけど、あなたって結局お見合いが怖いだけでしょ。怖くなどありません。ならさっさとボスに戻ったらいいじゃない。お見合いのことをレーナさんのせいにしたいみたいだけど、彼女だって何も好き好んであんなことしたわけじゃないでしょ。レーナさんの立場を考えてみたらそんなことすぐわかるはずよ。それは。なのにあなたはそれを盾にお見合いから逃げ続けてる。人生の中には辛いことや理不尽なことがいっぱいあるのよ。嫌だからって逃げてちゃちっとも前に進まないじゃない。あなたがそんな弱虫だからレーナさんは嘘をついたのね。そんなこと私にだってわかってるわ。ええ、その通りでしたもん。だから私はレーナが許せないのよ。え？レーナはいつも私のことを褒めてくれるけど、結局こういう大事な時は私のことを信じてくれないのよ。本物の友達同士とは信じ合うものじゃなくって。ねえエステルさん、友達ってそういうものでしょ。私の言っていることに何か間違いでもある？フラッセさん、ちょっと待った。そんなに興奮しないでよ。なるほど、こっちにもそれなりに言い分はあるってわけか。だが詰め寄る相手を間違ってるんじゃねえか。はあ、そうね、おっしゃる通りかもしれないわ。この怒りはレーナのために取っておかないと。あれ？ってことは戻ってくれる気になった？ええ、胸の内を吐き出したら気持ちが軽くなりましたわ。とにかく町に戻るとしましょう。私がどれだけ傷ついたかレーナに教えてやらなきゃ。よかった。どうだね、少しは落ち着いたかい？とりあえずお見合いに立ち向かう力は湧いてきましたわ。ならよかった。ごめんね、いろいろと偉そうなこと言っちゃって。いいえ、私の方こそ。さあ皆さん、それでは参りましょう。帰り道のご縁よろしくお願いいたしますわ。喜んでエスコートさせてもらうよ。よし、なら行くとするか。お嬢様、よくぞご無事で。お待ちしておりました。レイナ、一つだけ断っておきますけど、私まだあなたを許したわけではなくてよ。
はい、よく承知しております。しかしそのお話は後日に改めて。そうしましょう。5分や10分ではとても語り尽くせないわ。ではお嬢様宝石へ。かしこまりました。さあお嬢様、こちらでございます。それでは失礼いたします。今日はいろいろとお手数をおかけしました。ううん、大したことないわ。それじゃしっかりね。ではまた学校で。ええ、それではまた。お疲れ様でございました。ご当主に代わり皆様のご尽力に感謝いたします。つまらないものですが私どもの感謝の気持ちです。どうぞお納めください。あ、うん、ありがとう。まあ仕事の方はこれで一件落着だけど、あのレイナさんは大丈夫？フラッセさんとの関係がこじれちゃったかも。いえ、これもひとえにお嬢様がため。私たち付き人は嫌われ役になる運命なのです。でもレイナさん、フラッセさんはそう思っていないのでは？それはどういう意味ですか？フラッセさんはあなたを友達だと思ってるってことよ。二人のすれ違いの原因はその辺にある気がするのよね。ま、部外者が口出しすることじゃないかもしれないけど。いえ、参考にさせていただきます。いずれフラッセとは話し合わねばなりませんから。それでは私もこれにて。あ、うん、お役目ご苦労様。ではまたいずれ。はい、失礼いたします。なんだかまだ一波乱ありそうね。うまく仲直りしてくれるといいんだけど。本当に。まあ気持ちはわかるが、俺たちの仕事はここまでだ。あとは本人たちに任せるしかねえぜ。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。
you